第59試合目に入ります。東三輪君、三輪選手、西キルマ選手、引き出して東三輪君、三輪選手の勝ち。次の対戦、東佐藤選手、西長内選手。はい、さすがです。ただいまの勝負、押し出して西長内君の勝ち。次の対戦、東石崎選手、西大山選手。ただいまの勝負、送り出して西高山君の勝ち。次の対戦、東片桐選手、西若林選手。ただいまの勝負、押し出して東片桐選手の勝ち。第60試合目に入ります。
東美和選手、西長内選手。次の対戦、東衣笠選手、西小山選手。引き出して衣笠選手の勝ち。次の対戦、東佐藤選手、西若林選手。次の対戦、東石崎選手、西片桐選手。
ただいまの勝負、寄り切って東、石崎選手の勝ち。得点を集計しますので、しばらくお待ちください。次回審判員を申し上げます。審判長根山俊博、主審村上秀明、副審正面竹内大洋、向こう上面杉林正明、東代わり中井義弘、中井義則、品割り大江吉一、以上6審ご準備でございます。では、シニア女子 73kg 以上 80kg 未満級、成績を発表いたします。矢口選手1点、奥山選手0点、石井選手2点、したがって石井選手の第1位、矢口選手の第2位、奥山選手の第3位が決定いたしました。シニア男子 100kg 以上 115kg 未満級、三輪選手6点、長内選手6点、衣笠選手2点、佐藤選手4点、石崎選手5点、片桐選手2点、若林選手1点、高山選手2点、したがって、三輪選手と長内選手が6点で、並んでおります。1位2位決定戦を三輪選手、長内選手で行っていただきます。3位が石崎選手ということになります。はい、では、シニア男子の 100kg 以上 115kg 未満級の決勝戦を行います。東三輪選手、西長内選手。ただいまの勝負、上手出し投げにて西、長内選手の勝ち。長内選手の1位、三輪選手の2位が決定いたしました。